こんにちは。新型なんとかかんとかのなんとかチンに対してですけども、接種した、77歳の女性がですね、インタビューに応じてくれることになりました。早速電話をかけて様子を探ろうと思います。もしもし。はい。注射打ってきた。注射打ってきた。痛かった。元気、うん、元気で。全然。痛くって。もうね。しびれ終わった。ああ、ほん早かったんだ。え、もう終わりって言ったの、ね。うん。はい、大丈夫です。もうはい、あの打ちましたよって。ああ、なるほどね。うん。あ、二人で。お父さん、これで終わりって感じ。物足りなかったね、したらね。うん。じゃあ元気に飯食って。ああ、うん、そうかそうか。さっき帰ってきて、うん、帰りにね、うん、トイザラス寄って、ちょっとおもちゃ買って、うんうん、ほんで、あの、ヤマト君のさ、はい、あの、ウバングルマンがさ、はい、なんていうの、うん、あの、ホロがさ、うん、引っかかるじゃん、頭に、うんうん。うん、だからね、ホロの高いのをね、見に行ったんだよ。ああ、なかなかね。見に、うん、だけど、あの、これさ、これ高いと思うんだけどねって言ったんだけど、わかんないよね。やっぱりわかんないから現物が行かないと。うん、ほんであの、そう、うん、やっぱ連れてきてこれ座らせた方がいいよなっていう話で変わずに帰ってきたんだけど。まあそうしましょうか、したらね。うん、明日でも行ってみる？明日、おいいよ。うん、やっぱりホロがな、これから暑くなるからさ、うんうん、やっぱりちゃんとこう、ホロがかぶんないとさ、うん、うん、ね、熱中症でもなったら大変だからさ。はいはい、そうやね。はい、うん、はいはい、じゃあまた明日、うん、心配してるから電話しようかなと思って。ああ、そうだね。はい、どうもどうも。ちくりで終わったよ、ちくりで。はい、ちくりで、はいはい、うん、はい、結構ですね、うん、はいはい、ありがとうね。はい、どうもどうも。はい、という感じですね。なんか兵器の閉鎖みたいです。まあでもある人に言わせれば、これは10年後20年後に影響が出るかもしれないっていうふうに言われてるんですよ。確かにそう考えると心配ですよね。でも77歳の10年後20年後っていろんなことが起きそうですね、これはね。ということでございます。まああの諸説ふんふんあると思いますけども、うん、まあなんでしょうね。バイバイ、以上です。ありがとうございました。